皆さんこんにちは、ガイチャンネルです。すみません、川岡さんはですチェリストなんですけど、ね、なぜか最初エレキを弾くっていう、これいつ決まったんだっけ。まあ、そんな感じでございます。ガイチャンネルご覧いただきましてありがとうございます。激辛じゃない方のチャンネルに来ていただいてありがとうございます。今日はまた緩くいきたいんですけど、この間ほら留学の話しましたけど、すごい日本に帰ってきて嫌だなと思うのがね、ほらクラシックの演奏会でほら、まあ、いわゆるフェーンヘンオーケストラとかさ、フェーンヘンとかあるじゃん、もう超有名な、それはいいオーケストラですよ。それをなんかすごい高い何万円出して聴く演奏会だけのみいいクラシックの演奏会だみたいな風潮っていうか、そのオーガナイズする側の人もそう、なんかとか言っちゃったね。ピーで。フィルとかはアーダーとかこうだって言う人いるじゃん。だけどそれがクラシック音楽の、それだけがクラシックの良さじゃないんですよ。で、自分自身が留学して一番得た宝だなと思ったのは、その住んでる町があるじゃん。で、それはたまに行くよ。そのバーデンバーデンってフェストシュピールハウスってすごいいいホールがあってさ、有名な。でなんかベルミン、まあ、ルーミルとかすごい有名どころ来る。でピアニストもフンフンとかさフェンヤフとか来るわけよ、うん、でそういうの行くじゃん。で安いし日本で行くより、うん、で行ってもそれもいいんだけど、例えば自分住んでる町のちっちゃい教会でさ、パッてその教会の会報見たらさ、土曜日はベートーベンのピアノソナタのシリーズですってパッて名前が、まあ、誰かわかんない、全然無名な人ないの。でもでそれ無料のコンサートだったりするじゃんか、うん、それで行くとめちゃくちゃ良かったりするよ。でこの人誰このロシア人みたいな、ですんごい感動したりするわけじゃん。でそれっていつ奇跡が起こるかわからないのが面白くない。例えば超有名な人を行きましたでもいいかもしれないけど、なんか無名かもしれない、街角でたまたま会った演奏会かもしれないし、で演奏自体はまだ学生さんで拙いかもしれないけど、なんかグッときたねとかいうことが起きるじゃん。でそれ自体を楽しめるのがクラシックだと思うんだよね。だからその音大のなんかどこどこの有名な先生の演奏会もいいけど、その学生さんが一生懸命さ、拙いマネジメントでやったチラシとチケットでやったコンサートでもなんかえらい感動したりする時ない？俺結構あって、わあすごいとか思うことあって、でそれがクラシックの良さだから、なんかいわゆるもうブランドなんだよみたいな感じでやってる音楽だけがクラシックだから、あの人有名なのとかそうじゃないのみたいな感じで判断すると、いつその奇跡があるかを見逃してると思うよね。それはなんかすごいドイツに行って思ったことですよ。無名有名関係なし、いつ奇跡が起こるかわからないっていうところ。それはもうでも広島だろうが東京だろうが一緒で、この街角でたまたまやってた無料のコンサートでも素晴らしい演奏あったりするじゃん。ですごいお金払ったけど、え、大丈夫かみたいなことあるくない、はい、だったら、なんていうか、そういう風な考え方、ああ、だから特に気になるのは、ほら、日本のほら、プロフィールがあるじゃん。うわーってなんか書いて、どこどこで何しよう、まあまあいいんだけど、あれ、いるんか。どうでしょうね。ね、あればっかりで、あれを見て、あ、この人はあいい音大出てるとか、どこどこで賞を取ったとかっていうんで見てで行くっていうのもなんかあれじゃない？その決してそのいろんなキャリアはないけれど、すごい真摯に向き合ってていい音楽してる人もいるわけじゃん。だからそうです、クラシック音楽の僕はいいとこはやっぱりいつ奇跡が起こるかわからないっていうところ、それをもしそれこそ無名な人を見つけたら、なんか宝物見つけたみたいな、あの人すごかったよみたいな、それかもう黙ってて、いやーいい演奏だった、あの人がまたどっかでやるときは行こうとか、そういう自分だけのね世界をね作っていける、うん、まあどの音楽もそうかもしれないけど、そういう良さが
あると思います。では皆さん、お元気で。ここで締めますか。締めますか。一旦締めるか。